はい、どうもみなさんこんにちは、ヨネアンです。今日はレッドブルイギリスグランプリまでに問題を解決できるというニュースについて解説していきたいと思います。レッドブルのクリスチャン・ホーナー代表が次戦イギリスグランプリまでに RB16 の問題は解決できると語ったと F1 ゲートが報じています。ホーナーはスカイスポーツに対し次のように語っています。 RB16 はいくつかの問題を抱えている。我々はいくつかのアップデートを投入したが、それらが期待通りに機能していないんだ。大量のデータが収集できたので、それをもとに問題を理解する必要がある。これから2週間かけてシルバーストーンまでにパフォーマンスにつなげていきたい。メルセデスと比較しても非常に強い部分と、あまりにも多くのタイムを失っている部分がある。決勝ではその差が詰まるが、我々はもっといい仕事をする必要がある。はい、というニュースなんですが、イギリスグランプリまでに解決とは言ってないですよね。ちゃんとコメントを読んだ人はわかると思うんですけれども、この開幕参戦で得たデータを解析し、次のレースに向けて少しでもパフォーマンスを上げたいと言っているだけで、そんなの当たり前のことですからね。クリスチャン・ホーナーは当たり前のことを言ってるだけなんですが、なぜかイギリスグランプリまでに問題を解決できるっていう風に言ったことにされてしまっているというね、非常に恐ろしい見出しですね。きちんとした方はこの見出しだけを見て、ホーナーがこう言ってたっていう風に言わないようにしたいですね。そういう風にね、思っちゃう人もたくさんいると思うんですけどね。そういう意見に流されないように、きちんと客観的に物事は見たいですよね。そもそも今の RB16 が抱えている問題っていうのは、そんな簡単に治りはしないと思います。もちろんイギリスグランプリ、次のイギリスグランプリで治っててほしいですけれど、それを期待するのはかなり酷だというか、常識的になかなかありえないよねっていうところです。っていうのも、他のもう一つの動画でもヘルムート・マルコが RB16 のノーズがきちんと機能していないと語ったというニュースの方の動画でも説明しましたけれど、この今 RB16 が抱えている問題っていうのはセットアップではなくて空力パッケージそのものにあるわけですよね。ですから、まずこの問題を解決するためには空力パッケージ、つまりハードウェアを回収しないと治らない可能性が極めて高いわけです。で、それを直すということは、つまりまず第一に、まずどこに問題があるのか、それを突き詰める必要がある。現状ではリアの気流に問題があることは分かっていますけれど、なぜその問題が起きているのか、どこにその原因があるのかがまだ把握しきれていないですね。ですから、まずはこのどこに問題があるかを突き止める必要があると。そしてそれができて、2番目にその問題の原因を突き止める。つまりここの部分がうまくいっていません、それはなぜなのか、これを究明するのはまた次のステップになるわけですよね。問題点がまず1番分かります。そしてその2番目としてその原因を究明しなければいけない。これを究明して初めて3番目に対策パーツを作るというところに行けるわけです。で、なおかつ、これが、コンピューター上で設計をします。そしてコンピューター上で CFD という気流のシミュレーションをします。そこに行くまでに、普通の空力パーツの開発でもこれって決め打ちで1個作っていくわけじゃなくて、何個もしくは何十個も候補があって、たくさんまず設計します。 CAD データを作ります。これをコンピューターの CFD と言われる気流のシミュレーションにかけて、その中から有望なものを選んで
さらに次へ進めます。もうこの時点である程度振り落とされていくわけですけど、CFD で有望だなと思ったアイデアを今度は風洞モデル、まあ例えば今だと 3D プリンターとかで作れますけど、 50% スケールのものを作って風洞に入れて、実際に風を当ててどういうダウンフォースが出るか、これを風洞の中でチェックをして、これで良ければ今度実際にマシンに取り付ける 100% スケールのパーツを製造して、これでようやく車に装着してコース上で走らせるわけですね。この1個ができるまでに風洞にかけたものは何個かあったし、その前の CFD にかけたものはもっといっぱいあったわけですよね。でその CFD の前の CAD の設計の状態ではもっといっぱいあったわけですよ。だから一つの正解にたどり着くためにものすごいたくさんの設計、そして CFD 風洞を経てようやく完成パーツに至るわけですけど、まあ、つまりここまでものすごい時間がかかるというわけです。まず問題がある場所を突き止めて、問題が起きている理由を突き止めて、そしてその問題が起きないパーツを作る、それも設計して CFD かけて風洞をかけて物を作って車につけて、これで実装してきちんと機能すればいいし、きちんと機能しなかったらまた一からやり直しです。これがまた大変です。でもこういうことも多々あるわけですよね。まさに今のレッドブルがそうだし、今のフェラーリもそうだし、じゃあ実際に車につけて走らせた時に想定通り機能しませんでした、じゃあどこに問題があったんだろう、このパーツ自体かな、それとも風洞かな、 CFD かな、設計かな、っていう風になっていくわけですよね。ですからこういう原因の究明から設計、 CFD のシミュレーション、風洞のシミュレーションまで全部含めて正しくなければ、物として車につけた時にきちんと機能してくれない、ここにたどり着かないといけないわけですけど、これをハンガリーグランプリからイギリスグランプリまでの、まあ、実質1週間ちょっとしかない中で、まあ、できるわけがないんですよ。もしかするとやってくるかもしれない、何か当たればできるかもしれないけど、まあ、普通に考えると空力パーツの開発、そしてまあシミュレーションを経てものにするという点では、まあ1週間でできることではないと思いますね。これが例えば小さい整流品とかだったら、もうカーボンで作る前に 3D プリンターで作った、まあ、樹脂製のものを車につけて走るっていうことももうできちゃうと思います。だけど例えばフロントウィングのメインプレーンとか大物になってくると、もうこれ物を作るだけで何週間とかかかってしまうので、まあ、それだけ考えても普通にハンガリーグランプリから、まあ、実質1週間半後のイギリスグランプリに間に合うかって言われると、まあ、非常にその可能性は少ないし、クリスチャン・ホーナーも当然イギリスグランプリまでに問題を解決できるなんて発言はしてないわけですよね。まあ、そもそもね、2019年もレッドブルは同じような状況にあって、開幕前のテストでもうすでに問題はみんな分かってたわけですよね。でそっからリアの挙動がおかしい、リアのダウンフォースが足りないっていうことに気づいて対策を始めて、ずっと実践もデータ取りに当てながら対策に当たってきて、それができたのがようやく6月末の第9戦オーストリアグランプリでしたよね。リアの挙動が不安定だった原因は結局フロントウィングにあったわけですけど、フロントウィングをボンと変えたことで一気にこの挙動の問題が改善した。ただそれもオーストリアグランプリの1週間前のフランスグランプリに投入した時はうまくいかなかったんですよね。その同じフロントウィングなんだけど、それをセットアップ上でうまく使うことができなかったから、本当はオーストリアではきちんと機能させられたフロントウィングもセットアップが違ってればきちんと機能させられなかったわけです。そういうこともあるんですけど、まあ、いずれにしても2019年は開幕前から抱えていた問題が解決できたのは6月末になってからだったわけですよね。じゃあ今年はどうかっていうと、バルセロナの時点で確かにちょっと挙動がナーバスだよねっていう予感はあったけれど、でもそこまで去年ほどナーバスじゃないと思われていたし、
例えばハンガロリンクで直面したようなあそこまでひどい状況ではないと思ってたわけですよね。実際メルボルンに行った時もレッドブル陣営はすごく自信持ってました。だから3月の時点でもここまで RB16 が大きな問題を抱えているとは思っていなかったし、下手をするとレッドブルリンクでも、まあ、いくつかのコーナーでは問題があったけれど、例えば中速コーナーのターン3とかターン4ではメルセデスよりも速かった。だからハンガロリンクに行って初めてここまでひどい状態だっていうことが分かった。ハンガロリンクのあのたくさんコーナーの種類があるサーキットに行って初めて、あれこういうコーナーもダメだね、こういうコーナーもダメだね、ああいうコーナーもダメだねっていうことが分かってきた。なので2019年は開幕前から対策を取っていって、それが完成したのが6月末だったけれど、今年はじゃあ7月、それも開幕戦じゃなくて第3戦から深刻に考え始めて、その対策が完成するのは一体いつになるんだろうっていうのは、まあ、本当に先ほど言った通り1週間でできるかもしれないけれど、普通に考えればものすごく時間がかかるものだというふうに思っておいた方がいいと思います。ただレッドブルーもまだチャンピオンシップは諦めていません。メルセデスに追いつくべくこの対策を完成させるべく今努力してます。まあ、実際 RB16 のそのピークパフォーマンス自体は悪くないと思われるんですね。だからコーナーの途中で急にリアが抜けるという症状が解決できれば、その高いピークパフォーマンスを常に発揮できる。そうするとメルセデスと戦えるだけの力はあるんじゃないかというふうに思われるんですね。だから今この問題をなんとか解決しようと努力しているし、これが早く解決できればまだチャンピオンシップは完全に諦めるほど厳しい状況じゃないかもしれない。まあ、本当に楽な道のりではないと思うんですけれど、っていうのは開幕から11週間で9レースという3週連戦が3回もある非常にタイトなスケジュールですし、9月からは第2回目のホモロゲーションが入って、そこから先は車を大きくいじることができなくなるというのもあるので、非常にレッドブルの前途は多難なんですけれど、だけどそれができればマシン本来の速さはきちんとあるし、その速さが発揮できればメルセデスと戦えるという、光明もないわけじゃないわけですよね。なので、今レッドブルは、なんとかここで諦めずに頑張ろうというふうに努力しているわけです。ですからイギリスグランプリまでに問題が解決できるなどというふうには考えてはいけないけれど、この先シーズンずっとこの状態が続くというわけでもないというふうに思っておいていただけると良いのではないかと思います。はい、そんな感じでこのニュースは終わりにしたいと思います。いいなと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ありがとうございました。